こんにちは、杉です。最近安くていいキャンプ道具が100均からたくさん出てますが、安くて使えるものが見つかると嬉しいですよね。今回はダイソーのメスティンとステリアのアルミハンドルがめちゃくちゃ使えたので、その理由を3つにまとめました。今回は実際にキャンプで使ってみての感想になりますので、最後まで見てチャンネル登録もしていただけると嬉しいです。ではこの道具を実際に使ってみての感想ですが、1つ目はデメリットから。どんなものにも欠点ってありますよね。この道具にも欠点はあります。まずダイソーのメスティンですが、今出てる新しいものは違うかもしれませんが、僕が買ったこのメスティンは蓋がいまいちです。トランギアのものは蓋がしっかり閉まるんですが、このメスティンは蓋が乗っかってるだけなので簡単に開いてしまいます。そこが気になる人は他のメスティンを選んだ方がいいですね。ステリアのアルミハンドルについてですが、軽く握ってる分には問題ないんですが、がっつり掴んでしまうと手の肉を挟みやすいので、そこだけ注意ですね。2つ目は軽いことです。徒歩や自転車でキャンプしている人は結構いると思うので、軽い道具ってありがたいですよね。がっつり料理をしたい人だとメスティンだけでは物足りないかもしれませんが、すき焼きを作ったり肉を軽く焼く程度だったらこれだけでも十分です。ダイソーのメスティンが 113g、 セリアのアルミハンドルが 32g となってますので、2つ合わせても 145g です。安く軽量化したい人にはかなりおすすめですね。このダイソーのメスティンはトランギアから出ている普通の大きさのメスティンの中に入りますので、スタッキングもしやすいと思います。3つ目は使い勝手がいいことです。安いものってついつい無駄に買ってしまって、実際に使えなかったなんてことも結構ありますよね。このメスティンとアルミハンドルはしっかり使えます。とにかく安いので何も気にせず焚き火に突っ込むこともできますし、メスティン料理のレシピは本も結構出てますので、料理が好きな人にもおすすめです。アルミハンドルを使えばメスティンの蓋をフライパンにして焚き火に突っ込んだりもできます。ソロでチビチビ肉を焼きたい人や、そこまで料理をがっつりやらないという場合にはこの2つだけあれば十分ですね。参考までにちゃんとしたメーカーから出ている道具の詳細も概要欄にリンクを貼っておきますので、そちらもチェックしてみてください。このチャンネルはキャンプ道具の紹介を中心に配信をしていますので、今のうちにチャンネル登録もよろしくお願いします。ありがとうございました。